昨日千葉県木更津市で行われた棋聖戦5番勝負の第1局このタイトル4連覇中の藤井聡太八冠は90手で挑戦者の山崎隆行八段に勝ちました、はい、先に3勝すればタイトルを獲得する棋聖戦藤井八冠はあと2勝して棋聖を防衛すれば自身初そして史上最年少で引退後に衛世称号を名乗る資格を得ることになります 注目の棋聖戦第二局は今月十七日新潟県で行われます。一方、藤井八冠の地元愛知県では。そんな藤井八冠にも関わる、もう一つの甘い熱戦が。はい。それは。 消防おやつコンテスト、はい、来月6日と7日、名古屋市東区の徳川園で行われる八大タイトル戦の一つ、王位戦七番勝負の開幕第1局で提供されるおやつの候補を選ぶコンテストです<笑><笑>ついに始まりましたね、あ試食、本当にこうやってじっくり食べて、んです,、ね、そうなんですこれで二次審査といいまして、<っ>先ほど午後3時から審査員6人による実食審査が行われています。はい で試食しているのは名古屋市内に本店を持つスイーツ店が応募しましたおやつのうち、はい、和菓子部門と洋菓子部門で一次審査を通過した合わせて20品今日実際に試食した審査員による投票と昨日まで行われていましたインターネットによる一般投票によって最終的なおやつ候補8品が決定します。